こんばんは。先ぶり、先ぶりの方がいます。あ、先ぶりだ、本当だ。先ぶり。お、ただいまです。皆さん、今日はオンラインお話し会でした。よ、先ぶりの話の方が。どうだった？めちゃ楽しかった。なんか本当に久々、あつきに、なんだろう、あつき側だったら、あつき側だと、まあ、配信とか YouTube とか SNS で私を見てくれてると思うんですけど、見てくれてるのかな、わかんないですけど、なんですけど、私はあつきたちに会ってないよ。ずるい。ずるくないか。ずるい。私もあずきに会いたいもん。今皆さん見てくださってコメントしてくださってるんですけど、会ってないもん。で、今日会ってやっぱ会いたいなって改めて思って。ずるくないか、ごめんなさいね。2年ぶりでめっちゃ緊張しましたって。緊張したの？2年ぶりが。会いたいよって、ありがとうございます。来週も、再来週もか、再来週も、うん、再来週は2日間連続かな。そう、たくさん会いに来てくださいね。最初はめっちゃ緊張したって。あのね、聞きたいんですけど、厚木からの、なんか何秒後自分の番とか、そういうの知ってました？知らなかったのかな。なんか、こんばんはって言ったら、あ、始まったって言った方もいたので、知らなかったのかな。知らなかった。秒は分からないですか。あ、次だと分かってて、自分が次だって分かってるんですけど、何秒後が分からないってこと。まちゃんは分かったの？分からないよ。分かんないよ。基本終わって2秒後次の方というループ、ということ。そうなんです。あと何か分かる。あ、あずき側ね。自分が5人目とか8人目とか、それが分かるってこと？ほうほう、なるほど、なるほど、なるほど。うん。あ、台風の影響で家の Wi-Fi 線切れて見れないので、お礼だけ。大丈夫ですか、台風。皆さん気をつけてください。なんか家を出る前にめっちゃブワーってなったんですけど、家出て大丈夫だったんです。で、慌てて傘をめっちゃ探してたんです。出たって、ギリギリまでプワーって家出て結局使ってなかったんです。皆さん気をつけてください。外いろ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 危ないので気をつけてください。でもなんか不思議な感じ、なんだろう、直接ではないじゃん。でもあったとか、あずきが家にいるとか、あずきがちゃんと私のポスター持ってくださってるとか、フフフ、ラジオサインとか、なんだろう、不思議な感じですし、
キュンとする、キュンとした、あ、こんな感じだって。そう、あずきの家公開ですね。ごめんなさいね。なんか可愛いなって思っちゃった。キュンキュンとした、なんかデートみたいな感じ。まあ普通の握手会もデートなんですけど、違う感覚ね。そうですね、オンラインだからできることもありますね。そう、でも嬉しかったんですよ、ちゃんと私のポスター、あ、私だとか思っちゃって嬉しかったんです。シンプルに嬉しかったんです。ありがとうございます。 DD バレる？ない、うん、今のところはない。マジリは自分のポスター貼ってないの？貼らないの？貼るわけないよ。え？私？自分のポスター？総選挙の時の配信で貼ったくらいかな。私は自分のポスター貼るの？しない。絶対しない。絶対しない。しない。なんでこの質問するの？なんで私このコメントを読んだの？しない。私は絶対自分のポスター貼らない。けど前も言ったんですけど、実家の私の部屋、もう自分のポスターに占領されて、そう、これはそう、親が勝手に、もうあの部屋怖い。私が貼ってたわけではないんですよ、親が勝手に私の部屋に。そう、うん、もう今私の部屋に絶対自分のポスターなんで貼らないよ、貼らないよ、貼らないよ、怖い。そうでしょう、まあ、ご両親はマジのこと大好き、どうだろう。あずきの何？そこは好きと言ってあげて。ああ、わかりました、わかりました。そうですね、両親はちゃんと私のことを応援してくださってる、ありがたいことに。あずきのポスター作ってくれるの？あずきのポスター作ってくれるの？そう、あずきのポスターどこで手に入れるの？手に入るの？横断幕？あずきが作ってくださった横断幕もらいましたよ、あずきからもらいましたよ。でもさすがに部屋に、そうですね、ちゃんと叩いて、ちゃんともらいましたよ。大事にしてるんですけど、飾ってはないです。あの、飾れないですね、部屋に。あの、そんな空間がない。そんな空間がない。畳んでる。あ、一回もらった時に一回パッて開いたんです。
その前に握手会で見たんですね、あの横断幕見て写真も撮ったんです。撮りました。でもらって開いて、あの時の横断幕だ、うわーって立ったんで、大事にしてます飾れないですね、部屋に。さすがにだってめっちゃ長いもん捨ててないよ。あれは捨てられないものじゃんカーデの代わりに使ってください。いえ、カーデ、あの広さは大丈夫ですけど、高さはちょっと足りないかも高さはちょっと足りないかも。そう、集合写真の集合写真をポスターにするのよ。集合写、あ、おお、なるほど、できますね。ペンダに飾っても、あ、ペランダに飾ったらバレバレですよこれはちょっとできないな。うん、でも本当にあのあつきたちがね、ちゃんと蚊がいる、まだ夏か。どこに行ったの、怖っ、ああ、いた、ちょっと待って、あと、え、どこ、え、怖い、ああ、来た、うん、にゃんにゃんにゃん、蚊がいるやだ、私の血を吸らないで、私の血を吸らないで。この間起きたら、なんかここ、あ、もう大丈夫になる、ここちょっと刺されたんです。この子かな、あ、私は刺されないで、にゃん、やだ、蚊、まだ、もう9月なのに。さあ、吸わないで、吸らないでじゃない、吸わないでか、ごめんなさい、ありがとうございます。私の血を吸わないでやだ、蚊に羨ましい、いい、吸わないで、うー、いる、あー、こ、え、来た、あー、にゃー、これは絶対もうメス、これは絶対メス、だってずっとここにいるよ。あー、怖い、やだ、来ないで、刺さないで、狙われてる、いやー、やだな、や、新豆、いや、これはちょっと、結構です結構です、すいません。うわ、カマメは嫌だね、なんだっけ、さっき何の話したね、もういない、もういないかな、あとでまた出てくるかもしれないですが、さっきは何の話したかの話になっちゃったから、何の話したっけ、あ、横断幕の話した。その前は、あ、ポスター、あ、そう、あの、そう、オンラインお話し会の話したね話が遠くなっちゃった。そう、オンライン握手、お話し会が、握手ではないな、うん、めっちゃ楽しかった。なんか本当にさっきも言ったんですけど、
ね、あずきが私のことを見てくださってて、でも私はあずきのこと見てないじゃん。皆さん元気なのか分かんないじゃん。そう、 SNS でしか分かんないから、うん、ね、これはなんかみんな元気なのかとか、あんまりなんかツイート最近ツイートしてないな、元気のかなって心配してたよ普通にシンプルに、特にこの時期はね、元気のかなって、そうだから今日会って嬉しかったんです。シンプルに、シンプルに嬉しかったんですし、元気をいっぱいもらいました。握手会大事だなって改めて思いましたね。これはうん嬉しかったんです本当に。とかドボンの話もたくさんしましたし、 YouTube の話もたくさんしましたね。1位は YouTube の話かな。 YouTube 見てるよとかフフ握手会行きたいよ。今はオンラインお話し会なんですけど、でも直接ではないんですけど、会えても嬉しい、会えてももう嬉しい。ピングス、ピングス、うん、そう、うん、とか聞きたいことも聞けて、あ、だってだってだ、シンプルにね、シンプルにね、考えてみてください。厚木が厚木から私に伝えたいことがあればツイッターとかインスタで教えてくれるんじゃん。コメント、なんか今の配信のコメントとかも教えてくれるんじゃん。でも私が厚木に聞きたいことを握手会で言えしかでしか言えないじゃん。とか、あのショールームのランキングでちょっと言うんじゃない。質問ではないな、なんだろう、その後はどうみたいなこのことがあって、あ、じゃあこの後はどうなの、どうなったのかなとか気になってて、言いたいこととかね、うん、か、あ、ごめんなさい、収集しますそう、ごめんなさい、一瞬の私の視線の中にちょっと出てきたんですね。今のどこにいたのか分かんないですけど、一瞬だけピューンピューンって、ごめんなさい、な、気になったんです、すいません、はい、あの収集します、収集します。そう、あ、ずるいの。でも今日はいろんな話聞けて嬉しかったんですシンプルに、うん、またつるい出ちゃった。忘れた頃に現れるにくいやつか、かもつるい、かもつるい、今どこにいるのかわからないですけど、かもつるい、
川、どこにいるのかな、わかんないけど消えてほしいごめんなさい、消えてほしい、勝手に私の部屋に来ないで。あ、髪の毛か、なんか膝が突然めっちゃ痒くなった痒い、あ、来たなと思ったら、あ、髪の毛でした今めっちゃ敏感なんですけど今めっちゃ敏感なんですけど、怖い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 、来ないで、来ないでじゃない、来ないで、ごめんなさい、恥ずかしい、めっちゃシンプルな間違い、いいよ、来ないで、うわー、そう、髪の毛痒いですか、まだ刺されてないと思う、まだまだ、いや刺されてないです、うん、怖いな、いやオンラインお話し会の話したいの今は、かはどうでもええわでもまた出てきたらまだ行っちゃうかも、多分行っちゃう多分行っちゃうごめんなさい、今どこにいるのか分かんないから、別に、でもうん嬉しかった、すごくうわー来た、うわーキャー、目の前、うわーキャーく、見えなかったんですか、私の目の前にブワーって来たんですよ、ブワーって。なかった、見えなかったのか、配信だからか、ちょっと小さかったかな、細いから、うん、勝った、勝ったわけがない、いやー、まあいいや、まあいいや、絶対ミス、食べちゃダメだよ、え？え？食べちゃダメだ、え？なんでメスってわかるの？オスは人の血を吸らないじゃない？だからめっちゃ、あ、吸わない、吸わない、吸らないじゃない、吸わないから、今めっちゃ私のところに来てるんじゃん、私の体温を感じてるんじゃん、私の血を吸いたかったんじゃん、メス シンプルに、女の子怖い、女の子怖い、でもこれもずるい、あの女の子はですね、まあ蚊もそうですし、そう蚊もね子供を産むの、だからそう血を吸うの、そう大変だよなんですけど吸われたくない吸われたくない、女は怖いです、え？え？変な話になっちゃった、大変だけど吸われたくない、そうそう、助けてあげないの、いや今助けてあげないのって言ったら、私はめっちゃ心狭い人になったんじゃん
いやいやいや、うん、楽しくない、つまみたくないな。そう、私心が狭いから座りたくない。ごめんね、ごめんね、私の部屋から出てほしい。あ、見えますか、見えますか、見えないか、見えますか。どうしよう、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 どうしよう。一旦配信止めてもいい？どうしよう、怖い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 。攻撃壁ドンする、わら、うーん、早く倒して、え、配信一旦止めてもいい？これはさすがにチャンスだよ、チャンスだよって嬉しそうに。ドボンドボン、顔ドボン。皆さんも怖いな、皆さんも怖いな。どうしよう、まあ一旦放置しましょう、一旦放置しましょう。なんか明日は自然に家部屋から出てくる可能性もあるんじゃん。ドボンして、いや、一旦放置しましょう。座れちゃうよ。いや、もし配信終わったらまだ行ったらまだ考える。もしいなくこうなったら運命。うん。あ、え？もう一匹がいる？え？待って。え？クラミ。え？え、待って待って、木のせいかん、え、木のせいかな、木のせい、ぜ、そう、絶対木のせい。待って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 、なんか、え、もう一匹いるかも。え、いや、木のせい、絶対木のせい、いや、そう、絶対木のせい。フフだよ。怖い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 。美味しいという噂が広がって2匹、あ、でも私があの座れる方です、座れる方で、う、座れますね。2匹、友達ができたかな、あの子も。うわ、いえ、他の話やめましょう。今日はオンラインお話し会の話したいの。めっちゃまた話が名前つけよう。やだ、名前つけたらダメダメ。
名前つけたらね、離れるのは寂しいじゃん名前つけない。壁キーホーティエド。でも私は本当に刺される方ですよ。蚊に血を吸われる方ですし、まだいる。そう、体質ですね。でも体温が低いんですよ。皆さん体温はどのくらいですか？平均体温、私は平均体温は普通の人より低いんですね。ホラーみたいな、ホラーはですね、見ないの、絶対見ないの、絶対に見ない。物落ちに逃げてどこに、どこに、本当にいなくなった。かー G じゃない、かーかーです。G だったら今私の反応はそれだけじゃない K です。何の話したっけ。そう、ホーラーは絶対無理で、お化け屋敷も絶対無理で、小学校レベルも無理で、無理無理、怖い話も無理、無理、絶対無理で、なんかホーラー映画ではないですけど、なんだろう、例えばですよ、映画の宣伝とか CM とか流れるんじゃん、あれも無理。予告ね、無理。予告はちゃんと隠すとかじゃないですか、怖いところあんまり放送されてないじゃん、もう無理、もう声も無理、全部無理。そう、無理です。ひー、お化け屋敷はさっきも言ったんです、小学校レベルもダメ、本当に小学生が遊んでるお化け屋敷も無理無理ですね改めて髪伸びたな、うん、ちょっと伸びましたねお化け屋敷面白いじゃん、面白さが全然わからない。いるー、いたー
続きましょう。無理ですね、全部切りたいの。あ、か髪、あ、の伸ばしてる伸ばしてる話が多すぎて、ホラー映画の話、髪の毛の話、髪の話切りたいの何の話あ、髪か、あ、ちょっと伸ばしてる。台湾にもあるの？ホラー映画あるよ、あるよ。見たことないけど見たことないけどうん、無理ですね、怖い話を聞くのも無理で、めっちゃビビりなんです。あ、お化け屋敷があるよ、あるよ、あるよ。最後行ったのは中3の卒業旅行だったんですけど、無理でした。入ったんだ、あのね、でも10何人くらい入ったんですよ。めちゃくちゃ人数が多かったんですよ。で、私は真ん中、真ん中にいたい。もう真ん中じゃない、なんか一番前とか一番後ろもずんもりで、めちゃくちゃ人数がいたんです。全、なんだろう、うん、めちゃくちゃ人数がいたんですけど、無理無理無理。そんなにたくさん入れるお化け屋敷なんだ。うん、そう、広いお化け屋敷だった。真ん中でも無理、真ん中でも無理。もうあれは最後で、その後あれ以来もう、あ、去年一回行ったんですけど、おちょと岡山の、そう、お化け屋敷に行ったんで行ったんですけど、何にもカメラあったんですけど、カメラをかあの目を隠して下をだけ見てこうやって歩いてたんですよ。前 見てなかった、もう無理で何で岡山の、あの、岡山で観光してたんですよ。おちょが案内してくれて、で、その行った場所が、名前なんだっけ、ちょっとなんだろう、いろんな、なんかいろんなこと体験できる場所に行って、その中にちょうどちょっとお化け屋敷があって、小さいお化け屋敷なんですけど、あ、そう、 AK ビンゴで真っ暗なところ行ったことがあって、何も無理でした。私のさとかな、さと二人で、あのね、テレビでよくあるんじゃないですか、なんか真っ暗で、でカメラ撮って撮れるんじゃないですか、あのなんかわかりますか、なんか言いたいこと、なんかテレビあるあるじゃないですか、なんか真っ暗で、でカメラ、なんかわかりますか、今言ったけど、カメラが映ってるけど実際は何も見えないってみんな言ってるんじゃないですか。あ、赤回線アメラ、高回線カメラ、なんだろう、読み方わかんない、ごめんなさい赤外線が全然違う、赤外線カメラで撮ってるんじゃん。あれはですね、本当に何も見えなかったんですよ。本当に真っ暗、本当に人生今までこんなに真っ暗な環境にいないくらい真っ暗だったんです。
何の光もなかったんです。本当に真っ暗、もう目を閉じても開けても同じ、全く同じだったので、あれ本当に本当に何もな見えなかったんですよ。これは闇だった。うん、そう、あ、テレビって本当だなって思った本当だなって思った。じゃあれはこ怖かったんです。めっちゃ怖かった。お化け屋敷ではないんですけど、バラエティのバラエティ番組のドッキリはガチ、そうですね、本当になんかドッキリ番組もあるんじゃないですか。あれはすごい、日本のドッキリ番組めっちゃガチだなって思った台湾のバラエティあんまり見てないんですけど、そこまでではないと思いますよ。そこまではやらないと思いますさすがに。そう、何ヶ月試行無やつもあったし、そう、テレビ見てるので、これもわすごい。星になってるけど、タイのバラエティはどんな感じでしたかって多分聞きたいんですけど、台湾です、台湾人です。暗闇はやばいっても体験したい、体験、確かになかなかあんなに真っ暗な環境にいることができないんじゃない。本当に目が開いても閉じても埼玉でしょじゃないよ、台湾です。目を開いても閉じても同じ、全然全く同じで、逆に開いたらちょっと怖い、なんか途中にちょっとなんか見えたら怖くない。あ、でも夜は電気を消して寝てるの。これ理由があって、小さいから本当に無理で、暗いところは本当に無理で、絶対電気つけて寝るんですけど、ではなんで今は電気を消して寝るっていうと、光があると なんて説明するんですかね。寝るときに体が光があると何だろう、肌が黒っ、この説明はめっちゃ難しいんですけど、体が体が黒い、分かってなかった、ごめんなさい細胞ではないな、なんで説明すればいいの。代謝するんですよ、いろいろで、一つ大きなのはそう、メラニン色素と
かくとにかくとにかく結論から言うと、あの光があると肌があの黒いところ黒いブルルルなんて素晴らしいか分かんないからあの代謝できないの、だから肌が黒くなるの。でも私か肌はね白い方がいいの、だから頑張って電気を消して寝るの今は。あ今も慣れたからもう大丈夫なんですけど、電気をつけたまま寝ると肌が荒れる、荒れるっていうか白くなれない。そう、しかも体はね、あ今光があるからなんだろう、ちゃんと休むことができないらしいですよ。うん、だから暗いところで寝た方がいいらしくって、うん、でも普通に外の光があるんじゃん。そうだから電気消しても見えるよ、見えるよ見えるけど、そう月の光とライトとか、うん、普通に見えるよ。おメラニーショクス、ありがとうございます、ありがとうございます。そうビンゴの時は全然何も見えなかったんですけど、色素でありがとうございます。そうとにかく光がない場所で寝た方が良き。うん、なのでいつも寝る時は電気消します。家にいる場合はね、でお仕事でホテルで泊まった時に電気は絶対全部消さない、つけてるつけてるの。なんで、怖いから怖いから、シンプルに怖いから赤ちゃんかよ、いや赤ちゃんじゃないよ、怖くない、普通に怖いよ。テレビはつけるの、つけない、あのつけない、つけたら怖くない、なんか出てきたらどうするテレビから出てきたらどうする、つけない。あでも今の時代はなんだっけ、スマホから出てくるか、ほう見てないけど見てないけどっ待って、なんか来る、聞いてくる、いややめてください、これ怖い本当から小さいから買ってるわって。そう令和時代なんなんだろう、見てないよ、見てない、た怖いから見てないけど、なんとなくなんか聞いた話が、そうなんだっけ、そうだからホテルの時にあのでも普段家でもテレビつけて寝たことがないよ、なんでつけるの、しかもなんか音があると寝れない、静かな環境じゃないと寝れないの。あのねこれめっちゃ言いたかったんですよ、ちょっと前はねお姉ちゃんからちょっと怖い話の記事
を私に送ったんですね。で、私ホラーは無理だから見ないって言ったんですけど、ホラーじゃない、ホラーじゃないから見てって、まあ失踪案なんですけど、なんか神社にいて、で家族の前で消えたという事件があったらしいですね。で見て、まあ動画だったんですね。 YouTuber さんがそれ、その事件を説明して、そう、神隠しです、あれは。鳥肌。はい、とにかく YouTube とある YouTuber の方がそれを言ったんですね。でお姉ちゃんの電話しながら見てたんですね。でもわかりますか、なんか LINE でなんか YouTube 見たら、あの LINE しながら YouTube を見たら、YouTube の音が、声がめちゃくちゃ小さくなるんじゃん、聞こえないじゃん。だから声を一番大きくにして見てたんですね。ちょっと長めの動画見て。で私はずっと集中して見てるから、でお姉ちゃんがどうだったって聞いてきて、でも音を一番大きくしたんですね。 YouTube はなんか聞こえないから、電話中だから声をなんか一番最大限でも普通の声だったんですね、動画で。でもお姉ちゃんが喋ったら声がめちゃくちゃでかかったので、うわって超怖かった、めちゃくちゃ怖かった、もうそれどうだった、プシュ、怖っ、待って、驚かさないでよ、もう心臓持った、無理、めっちゃ怖かった、お姉ちゃんが一番怖かった。お姉ちゃんめちゃくちゃ笑った、もうひどい、そう、今のが一番怖かったそうですね、もうひどかったんですよ、あれはめちゃくちゃ驚く場所は違う、いや、ほんと、怖かった。またやられますよ、いやー、ほんとにやめてほしい、ほんとにやめて。そう、お姉ちゃんめっちゃ笑った、ひどい、もうひどい。お姉ちゃんホーラー平気かな、お姉ちゃんホーラーはどうだろう、どうでしょうね。あ、でもお姉ちゃんはお姉ちゃんの友達と一緒にホラー見たらしいです。平気ではなかったらしい。あれ、わかんない。私は無理ね、全然無理ね。うん、お姉ちゃん大丈夫そう、なんでなんで、お姉ちゃんは大丈夫じゃないらしいけど、私みたい全然無理ではないと思う。なんでそんなにそんなに怖くなったの？私がなんでそんなに怖いと思ったってこと？マジやなんで？え、怖いから、え、シンプルに無理、シンプルに怖くて、生まれつきもう生まれつきでビビりめっちゃビビり、
りすぎならしょうがないねって優しい優しい。怖い目あったことはないけど、ないけど、うん、ないけど。怖いドラマも見ないんです。映画も無理無理、あ、でもなんか違う怖さなら、お化けじゃなかった、お化けじゃなかったら、お化けじゃなかったら OK。 お化け系は無理。人間の怖さ、あー、人間の怖さのドラマは逆に好きかも逆に好きかも。人間性の方が怖い。まあそれもそうだけど、否定はできないんですけど、ドラマなら、いやいや、リアルも、いや、ああ、どうでしょう、ああ、リアルはどっちもダメなんですけど、ドラマなら人間の怖さは OK。 リアルは、いや、あの、そう、リアル、どっちも無理なんですけど、ドラマなら人間の怖さは OK なんです。逆に好き。あ、現実だったらどっちも無理なんですけどリアルならそうですね、どっちも。あ、でも本当にドラマ見て人間が怖くなったら本当に怖いんですよ。いやー、うーん土地もね。現実が怖い。そう、ドラマね、結局人間が一番怖い。え、半沢直樹あの、本当に今はまだ 2話しか見てないから、ちょっと、うん、そう、今は2話3話これまで止まってる、皆さん見てるのかな。あ、最近何見てるんですか皆さん。最近のドラマ何見てるんですか揺れる、ごめんなさいYouTube です。お、YouTube? マジの YouTube? う?う?サザエさん?サザエさんはドラマなの?なぎささん、なぎささんめっちゃ、あ、最後のシーンがめっちゃ好き。めっちゃ、あ、最後のシーンめっちゃ、めっちゃ好き。最後のシーン。めっちゃ、もう、最後のシーン。めちゃくちゃ好きなんですけど、うん、とか、そう、音ね、あ、あ、なんだろう、なんだろう、音の、そう、火星のと、の文字が落として音になった時に、あー
になったいやうーいやー楽しみ、めっちゃ好きですね。はい、半沢しか見てない、あーまだ 2話しか見てないからごめんなさい、ネタバレしないでください。他にはミダゾノさん、ミダゾノさんじゃなくてナギサさんですあ、ナギサさんですうん、とか最近のドラマは、あー知ってるけど見てない、あー途中まで見たけどまだちゃんと見てないドラマーよ。じゃんにゃーかーやだー、いなくなった。まあいいや、はい、続きましょう。でも今めっちゃハマってるドラマ誰もそのコメントがなかったんですね。さっきやってた？あ、今日は日曜日？あ、親バカめっちゃ好き親バカ青春白書、めっちゃ面白くない？うん、あれもめっちゃ好き。今のそうそう、うん、とか、あ確かにさっき放送された、後でフルで見よう後でフルで見よう、うん、とかそう、フル派でフル派でなんか、でも私今めちゃくちゃ好きなドラマがあって、そのコメントがなかったな、めっちゃな、うん、好きなドラマが、コメントないな、ないな、ないな、共感なしかな、共感なしなの、めっちゃ何曜日、ね木曜日、木曜日、木曜日のドラマ、おお、あら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 、あコメントが微妙にちょっと合ってたよ、あら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 、木曜日、木曜日の日テレさんのドラマこれももうもう答えじゃん。そう、あのおじさんは可愛いものが好きというドラマがあって、可愛い、あのドラマなんだろう、可愛い可愛い可愛い、可愛いしかなんだ、めっちゃ可愛くて、可愛い、見てる人がいますか？見たい人なら今あの、あの声消してネタバレになっちゃうかなあ見てるよって、なんだろう、ちゃんと考えたことないんですね、ちゃんと考えたことなかったので、という、そうね、男性の方が可愛いものが好きという悩み持ってるのか、見てみようか、おすすめです。共感、私はめっちゃアピールし、アピールしてるというか、好きなもの好きって言ってるんですよ普通に。
なんだろう、好きなものをバレたら恥ずかしいとかそういうのがないから考えたこともないんですけど、でも確かにあのおじさんがの悩み分からなくはない。そういえばね、そういえばね、考えたらね、世間的な、でも私は、私だったら、逆に仲良くなりたいという、あ、もし私も、あ、でも私もピコ太郎さんが好き、あの、あ、かわいい、そう、そう、仲良く、すぐ仲良くなれるんじゃん。私だったらね、確か嫌な人もいるかもしれないですけど、おじさんがサンリオ好きだったりするのダメなの？ちゃん会ったことがないから分かんないですけど、でももし私も好きだったら、楽しいじゃん、一緒に友達がねになれるんじゃん、共通の好きなものがあったら。でもそう、言えない気持ちは分からない、まあ、分からなくはないっていうか分かるよけど、そこは可愛いなってこのドラマの可愛さはここだなって、うん、そう、私全然仲良くなれると思うよ、私がね、そう、だからこのドラマを見て、おじさんがいろいろ悩んでて、あ、可愛いなって思ったシンプルに可愛いなと思った。でハマってるワンドラマに、今までのない滞在じゃないですか。そう、ハマってるねこのドラマに。そう、そういう滞在だね。そう、おじいさんが可愛いものが好きなんですけど、それをバレたくない、恥ずかしくてバレたくない、うん、けど本当にめちゃくちゃ好きで、あ、可愛い可愛い、うわ可愛いって思って、うん、マジのツボなんか、うん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 、かわいい、うん、かわいい、うんうん、かわいい、しぐさ、しぐさなのこれは、いやではないな、なんだろう、シンプルにかわいいなと思って。そう、マジェンと一緒なら気を使わなくていいよ、もういいなってうん、うん、そう、楽しいじゃん、そう、すぐ仲良くなれると思うよ、私だったらね、うん、でも主役のおじさんの友達の友達のお友達なのか、うん、そう、あ、いや、役目はちょっと一瞬忘れたんですけど、の元の彼女さんみたい、受け入れるできない人もいるんですけど、うん、私は全然、なんだろう、かわいいかわいいなって、だからめっちゃハマってる、木曜日の23時59分木曜ドラマね、うん、
まってますね。待ってかもまだ来たか、本当にやだ、来ないで来ないで。うん、まだかまだか、やだ。そう、最近ドラマまあまあ見てます。まあ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 見てます。いやー、見えますか皆さん、めっちゃ来る。うん、他にハマってるドラマ、あ、水曜ドラマもハマってます。最初はシンプルに題材はね、お菓子作り、日本のお菓子がすごく好きなので、最初はそれ惹かれて、でどんどん話がになって、そう、あれはもう、まあこれからどうなるのか気になりますね。ドロ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 なんですね。でもあああうわうわつ、うん、ドロドロですね。怖いな。あつ、あ、そう、あずきもいっぱい出てる。そう、あずきもいっぱい出てるね。それは思いました。だなって、ああ食事できないのもあって、うーあって、うん、でもなんだろう、雰囲気がすごく好きなので、そう、でも見る、でも見る、食事できないけど、あでも見る。水曜ドラマもハマってますね。それとなんだろう、ちょっと一瞬思い、あーこの間終わった金曜ドラマ、ミュー404も見ました。あーめっちゃいいドラマで感動しました。めっちゃくちゃ感動して、めちゃくちゃいいドラマで、内容もね、テンポも、最後のも、おおおお、そう、そうか、見ればよかったって。もう本当にすごく、なんか伝えたいことがちゃんと分かってるんですね、このドラマの。途中もめちゃくちゃ感動した回もあって、メッセージ性のあるドラマがめっちゃ好きなので、うん、ハマってますね。もう終わったんですけど、あーでも最後の1話もう一度見たかったな、もう一度見ようかな。そうですね、めっちゃ共感がある回もあって、めっちゃくちゃうわーと思った回があってね、皆さんが多分ちょっとわからないところもあるかもしれないですけど、私はめっちゃくちゃこれだと思ったところもあってね、うわぁうわぁうわぁうそう、みたいな。待って、私の一瞬をここに、やだ、本当に本当にやだやだやだ、うわぁ
なんだっけ、ごめんね、さっきはちょっとマシャリン、どんなドラマって言ったい、どんなドラマ、どんなドラマっていうか、まあ自分はメッセージ性のあるドラマが好きなので、メッセージ性のあるドラマに、そうですね、出たいなと思いますね。すごくドラマが、お芝居やりたい、めちゃくちゃお芝居やりたい。役、役はなん、どうだろう、ストーリーのキーになるような役とか、役は自分に合う役と突破できる役をやりたい。今までの自分とは違う性格の役もやり、やってみたい。のはね、役なんだろう、満たす役やりたいとかそういうのが全然なくて、殻を、そうですね、壊したいじゃない、なんなの、読めない読めない、破りたい、うん、とか、なんだろう、どんな役やりたい、そういうのがじゃなくて、うん、あ、自分はね、本当に経験がめっちゃくちゃ少ないんですよ、めっ、本当に少ないなんですけど、めちゃくちゃなんか、そう、前 YouTube でのナイトルーティンもちょっとちょい見せましたけど、雑誌をめっちゃ読んでますね、映画の雑誌、ドラマの雑誌がないので映画の雑誌めちゃくちゃ読んでて、という役者さんはどんな気持ちで作品に挑むとか、監督さんはどんな心境で、どんな思い入れで作品を作るとか、そういうのめちゃくちゃ見てて、自分はまあね、経験が本当に少ないですけど、そのインタビューを読んでいろいろ勉強になりましたよ、すごく。ふう、でも経験が欲しいな、もっといろいろ、ドラマとか映画もちょっともっとやりたいな、舞台も、でも舞台のその雰囲気、空気はちょっとうわっになっちゃうという生演技直接見られるのはちょっとあーになっちゃうけどでも一番演技を学ぶことができるのは多分映画とかドラマより舞台ですね、うん、そう、演技力はね、そう、でもあの空気はまだちょっとまあ、マジモリ学園の舞台しか行ったことはないんですけど、あの空気をちょっと、うわ、なんだろう、普段はまあ劇場とかで踊ってる歌ってるんですけど、それとは違って演技でなんか、でもすごく、まあ、いろいろ学びました、すごくたくさん、
本当に学んでて、そうこの空気感が違うんですね。怖い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 、蚊が怖い怖い怖い。公園とは違うか、全然違う、全然違う。踊ってる、歌ってる時とお芝居するのは全然違います。明日のメール、蚊に刺されましたかな。いやいや、やだやだ、もう言わないで、もう言わないで、怖いよ。こんな時間、53分、そろそろか。うん、怖いな、座りたくないな。あのね、テレビで見たんですね、蚊が人についてそのまま家に来るんですよ。それと、やだ、はい、それと、あの部屋は外より暖かいじゃん。だからその部屋に入りたいよ、蚊が。分かってるんですよ、中が暖かいから。で出待ちするんですよ。だしあのドアの近くで待ってて、人がドア開けた瞬間にピュッて入っちゃうんですよ、らしいです。分かんないですけど、テレビでそう言われた。そう、こんにちは、そうドア開けた瞬間こんにちはって入っちゃうらしい。やだな。結局お話し会の話よりかの話、ごめんなさいごめんなさい。しかも今55分、もうランキング言わないともうやばい、時間もない。ではランキングを読みます。はい、1時間半配信ありがとうございました。ではランキング読みます。13位から13位はエアビズさんです。12位はプリ GT353 です。11位は激推しです。10位はタカさんです、ありがとうございます、先ぶり。9位はチョロイミノさんです、ありがとうございます、ミノさんも先ぶりです。では続きまして8位は鈴鹿さんです。7位はエンちゃんです、ありがとうございます、今日もね6位はリニアさんです、ありがとうございます、リニアさんもエンさんも先ぶりです。では続きまして5位、5位はシータンです、ありがとうございます、今日にはもう楽しい配信ありがとう、オンライン話お話し会お疲れ様でした、ゆっくり休んでくださいね、ありがとうございます。もう今テンションめっちゃ高いんですけど多分寝れないはい、続きまして4位はカナブンさんです、ありがとうございます、お話し会参加できなかったできないからドボンで会えるように頑張りますあ、え、ドボンで会ったことはまだない？ないかな？ない？ないかな？マチャリンイラストを久々に描きました。ありがとうございます、ありがとうございます。待って、嬉しい、めっちゃ嬉しい、描いてくださったら嬉しいです。まだ一回だけ？だから今はひらめきだじゃない、キラときめきが今のときめきがもうまたね、一緒に遊びましょう。では続きまして3位は10位です、ありがとうございます。子供の頃もよく蚊に刺されて、そう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 、台湾の人はですね、という蚊にめっちゃ刺されたら厚き氷って言うんですよそういえばね、確かに
言われるんですよ。というそう、なんでだろう、なんでだろうな、いや、あの多分厚木がいっぱいついてるって感じ、なんで氷なの、いい質問、調べてみよう。はい、続きまして、うわ58分、続きまして2、あー待て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 、変わった変わった、あ、じゃあもう一度、13位から13位町、プリン GT353 です。12位は激推しです。11位はミーノさんです。10位はタカさんです。9位はさつかさんです。8位はエンちゃんです。7位は渡里さんです。6位はかなぶんさんです。5位はしぎたんさんですね、ありがとうございます。4位は10位です、ありがとうございます。続きましてはやばい時間は3位はリニアさんです、ありがとうございます。お話し会お疲れ様でした、めーちゃ楽しかったんです、ありがとう。もしかしてそうですね、ピオのきらめきゲットしました。なんで知ってるの、なんで知ってるの、ゲットしました。はい、では続きまして、なんで知ってるの、変態。はい、続きまして2位はしょうさんです、ありがとうございます。香港のしょうさん、ありがとうございました。では最後1位はのこぼぼさんです、ありがとうございます。オンラインお話し会ありがとうございました。今日まあ幸せな気持ちで寝れそうです、ありがとうございます。ポポちゃんにも会って嬉しかったね、かわいい、毛がビューって、あーかわいい、あーかわいい、あーかわいい、すいませんすいませんでした。そう、ウサギが大好きだからね。はい、ではあ、もう時間もう終わらないとやばい。もう皆さん今日も見てくださってありがとうございます。また来週のオンラインやお話し会もぜひ会いに来てください。ではまたね、おやすみなさい、夢見てください、バイバイ。